とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここに行ってみようと思います。デイリーチャレンジのソウルサンドの谷ですね。報酬がアーティファクト。で、デイリー3なので、256が期待できます。稲妻の矢筒が出るんですよね。256一つ持ってるんですけども、もう一つが255なので、これを狙っていきたいと思います。で、装備ですけども、心を奪うもの、そしてフルメタルアーマー、冬の指先、で、アーティファクトが、羽、稲妻の矢筒、キノコですね。で、心を奪うもののエンチャントはちょっと入れていこうか。こんな感じでやっていきます。それではやっていきましょう。ここはそんなにね、長いところではないので、まあ、サクッとクリアしていきましょうか。で、これ結構ね、いい感じだと思う。矢筒で火力も十分あるし、まあまあ、稲妻フォーカス入ってないよ。今、稲妻フォーカスは入ってないんだけども、火力は十分にあるし、で、矢筒で、羽ぴょんも枯渇せずにやっていけるだろうしね。で、おーおーおお、減るな。で、この防具にはね、ヘルスシナジーがついてるので、ぴょんぴょんしてると、まあ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 、HP 回復するしね。で、近接武器でも、吸血がついてるんで、それでも回復する。おう。で、フルメタルだから、耐久力は抜群。いや、これも本当最高だと思う。なので、旗は全部取る。多分全部取ったとしても、いけると思う。結構厳しいけどね、いつも。多分ね、いけそうな気がするよね。エンチャントしない。ああ、オッケーオッケー。ヴァンガードのエコーなんで、ちょっと倒しにくいんだけども、まあ、この武器だったら、まあ、リーチもそれなりにあるんで、倒しやすくはあるね。おお、いや、いないな、キャプテン。キャプテンできれば、どんどん出てきてくれていいんだけどね。いやいや、うわ、できれば。そうね、アーティファクト狙いだから、出なくてもいいんだわ。うん、出なくてもいい。でも、出た方がまあまあまあ盛り上がるかな。多分。お、なんかいる。あ、違う。これエンダーマンか。おいおいおい、硬い硬い硬い。よし、オッケー。あ、やばい、霊気にはちょっと弱いか。あ、霊気ちょっと鬱陶しい。で、そうね。この弓の威力を発揮するためには、これ、ウィザー系がいいね。攻撃で HP 回復した方が、良さげだわ。でも、まあまあまあ、いけるいける。オッケー。いきましょう。矢は、やっぱり、全然減らんね。150何本かある。うん。矢の数は全然気にせずに、いけるね。行くか。多分いそう。こっち側。いるんでしょ？いるね。どこだ？逃げるなって。めちゃくちゃ逃げるじゃん、あいつ。あいつ。すっごい逃げた。なんだ、蜂がいたから。あ、この蜂を狙ってたわけね。オッケー。なんだ、変なの来んなよ。プレイヤー HP が 60% 減少。かなり厳しい。え、60% かなり厳しいぞ。うん、なんか無謀みたいな感じじゃん。無謀じゃないけど無謀だよ、これは。OK。でもまあ敵がね、強
強くなったわけじゃないんで、一応倒せはするからいけるかな。まだいけそう。よしよし、待て、オッケーオッケー。おー、ナイス。いや別にいらんけど、エメラルド増えるのはちょっと嬉しいかな。一応いるな。ちょっと待て、バッカ、ここでラグるとかないよ。おいおいって、いやきっつい。あ、変更か。なんかやたら食らうなと思ったら変更です。え、キャプテン2体いる。もしなんだ、プレイヤーダメージ 60%。 これ無理だって、これは無理だ。なんだこれ。いやいや、これ無理ゲーにも程があるぞ。ちょ、結構ついてた。とりあえずこいつまで倒そう。うん、こいつまでは倒しちゃおう。 OK、 やめろ。おいって、あぶねえ。結構もろくなった。なんだ、15% が略奪者に変わるですね。おお、オッケーオッケー。まあ、これでいきましょう。ちょっと待って、これキャプテンいるぞ。倒す、いや、やだよ。さすがにちょっと無理があるって。いや、でもこれ、倒さなきゃいかん流れだよね、これ。あぶね、敵がね、どうせいるんで倒さなきゃいけないんだな。待て、無理だ。ポーションバリア切れると思う。無理、減りすぎる。よし、ちょっと待て。あ、ここはまってる。オッケー、はめた。脅威がこれで2か。やばいぞ、これ相当やばいと思う。でもいっちゃおうよ、これで。よし、脅威2で神秘3 ようやってるな。え、これね、敵も倒しにくくなってるっていうのが嫌なんだよな。 OK で、あ、そうね、でもウィザーアーマーじゃなくてよかったかも。あれだったら回復量が激減するんでよくなかったけども、これは回復量特に関係ないので大丈夫でしょう。さあ、もう少しでクリアかな。確かね、そんな長いところじゃなかったはずなんで、もうクリア、クリア。お、もう終わりじゃない。やばい。待て、再生ついてる。最悪。待て、これ無理や。これ無理。ちょっと待て。いや、ゴールあるのよ。ゴールあるけど、ちょっとここ倒そう。もう全部取っちゃおう。オーケー。無理。普通に行こうとすると絶対無理。無理、ちょっと待って。8出て。オーケー。多分一発ボコ殴られて終わりなんだろうね。オーケー。よっしゃ。オーケー。また全部取りました。で、再生ついてるんかい。これ無理だわ。
はい、ではクリアして報酬見ましょう。稲妻の矢筒でお願いします。違った。はい、ということで大外れでしたね。254、ブーツは俺結構いいの持ってた気がする。あ、256持ってるわ。あ、でもブーツはパワー関係ないからね。いや、関係あるか。あ、でも256も254も変わんないや。はい、ちょっとまたね、挑戦していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。